ギルドメンバーの諸君、こんばんは。ギルドマスターの三宅マリエです。今回のマリエ GG はなんと、先日発売されたばかりのタクティクスオーガリボンで遊ぶスペシャル回でーす。本放送はですね、ストーリー上のネタバレを含みます。未プレイの方は、ご注意ください。でも名作は話を知ってもネタバレ知っても楽しく遊べるっていうのはみんな知ってると思いますんでね。まあ心を広く、まだの方も楽しく聞いてもらえたらいいなって思います。そしてこのゲームの無印版はギルドのプロデューサーであるジーヤが一番遊んだゲームソフトと豪語する思い出のゲームということで、何やら一人熱狂を放って突っ走っております。ではそんな気合の入っているジーヤたちに朝礼の声出しをしていきましょう。よし、この朝礼の返事はみんなにあげるわ。好きにしていいわよ。さすが姫様は話がわかる。三宅マリエのゲーマーズギルド、イエイ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 。はーい、こんばんは。この番組はゲーム大好き、ゲーム愛は誰にも負けない三宅マリエが皆さんと一緒にゲーム愛のあふれるギルドを運営し拡大を目指していく、ゲーマーのゲーマーによるゲーマーのためのゲームバラエティ番組です。番組の前半は YouTube とニコニコ生放送でどなたでもご覧いただける無料放送、そして番組後半はゲーマーズギルド会員限定放送となり、そして今日はね、本日その後にタクティクスオーガリボン残業編、をやるんですけど、こちらは無料放送にまた戻ってきますが、アーカイブはないので、ご注意ください。記録には残らない感じで、今回ね、その23時以降 の、 タクティクスオーガリボンをやるのはジーや、ギルドスタッフになりますので、私はいないんですけれども、まあのんびりね、土曜の夜、日曜は休みの人も多いんじゃないかな、なんかのんびり見ていただければと思います。そして番組の感想をつぶやく際にはハッシュタグマリエ GG をつけてください。私はギルドスタッフが覗きに行っちゃいます。本日の朝礼の挨拶はご隠居の密定石川ギルド渋員さんからいただきました。ありがとうございます。今回ね、タクティクスオーガリボンスペシャルっていうことで、視聴者のギルメンからも思い入れのある熱量高めのメールが届いてますので、ご紹介したいと思います。これがギルドのね、朝礼を、送ってくださったご隠居の密定石川ギルド渋員の方ですね。姫ジーやスタッフの皆さん、こんばんまる。こんばんまるや。今回はタクティクスオーガリボンをプレイされるということで、姫のドッテにまさかの伏線回収が行われるとは思いませんでした。ジーヤの類まれない先見の明に感服いたしますということで、今日なんか猫も追加されてて、さっき改めて細かい色付けについてジーヤに写真よこせって言われて、だいぶねラグドールっぽくされたんだけども、リタイクが入りましたね。姫のリテイクが、ここ違います。そう、いや言った方がいいのかどうしようって思ったんですけど、一番初めこのドットをできた時、もともとタクティクスオーガリスペクト、そうです、もともとの最初のドット絵はそうですね。ジーヤのマイク声小さいよ、声が小さいんだと思う。声がそうでしょうか。そう、離れてるし、ちょっとちゃんとして23時以降喋るんでしょ。声ちっちゃいとやっぱね、聞こえないとやっぱそれだけでストレスみんなたまると思う。ダメダメダメ、マイク距離は離れてない。はい、はい、ということでね、回収ができました。まさかね、放送開始して、2年ちょっとぐらい、まさかまさかまだリボン発売されるとはね。だからちょっと今日は特別にゲーム思い入れのある回になると思います。そしてカセットの端子に息を吹きかける係ニノニモさんからいただきました。マリティこんばんは。こんばんは、いつも楽しく拝見しています。あぜし、今回はゲーマーズギルド特別編としてタクティクスオーガリボンを遊ばれるそうですね。リメイク元となるスーパーファミコン版のタクティクスオーガが発売されたのは今から27年前の1995年10月6日だったそうです。あれから四半世紀以上の時が経ってなお、また新鮮な気持ちでこうしてゲームを楽しめることを嬉しく思います。制作関係者各位の皆様、そしてマリエ GG の皆様、改めてありがとうございます。ということで、ニノニモさんもやっぱカセットの端子息吹きかけてたからやってた系だよね、絶対。そう、今回ね、いろいろギルドのツイッターとかだと
何ですか、ここら辺にいろいろね、ここに見えてるソフトの隣にもいろいろあるんですけれども、なんかそれをねツイッターでジーヤが晒してた、晒してました、晒してた、見せつけてきたじゃないですか、はい、だからやっぱ言い方、ね、どれだけ思い入れがあるかっていうのも、私もなんか今回スペシャルっていうのはこうやらせていただくには、こんだけこのゲームが好きなんですよっていうの伝わるといいなって思ってリツイートしてたら、あのね、ディレクターのタクティクスオーガシリーズとか、あのファイナルファンタジータクティクスとかのディレクターの松野さんがいいねしてくれてそうだからわざわざジーヤに、松野さんが見てるよ、見てるかもしれないよ、神様が見てるかもしれないからちゃんとやりましょうね、ちゃんとやりましょう、そうね、今日ちゃんとやりましょうね、放送前から言ってたんですよ、そう、だから思いの丈を神様に伝えられるってなかなかないことですからねそう、そういう意識でね、この終わった後も頑張ってくださいはい、はい、っていうことなんですけれども、まあね、ゲームを始めていきたいと思うんですけれども、その前にあのジーヤから話したいことがあるっていうことで、まあ、聞いてみようかな、そうなんですよ、はい、話せ、あふれるどうぞ口を開く権利をあげよう、はい、はい、ありがとうございますちょっとお時間いただけます、はい、あのまず初めになんですけども、はい、三宅まりえさんのファンの皆様本日まりえ GG を楽しみ に、ね、見に来てくださったファンの皆様、ごめんなさいと、今日はタクティクスオーガの回であって私ではない、三宅まりえのゲーマーズギルドなのかどうかはちょっとあの肌肌疑問が残る回になるかとは思います。タクティクスオーガのゲーマーズギルド、はい、そうそうなんですお気づきでしょうか、今日タイトルにあの三宅まりえのゲーマーズギルドと入っておりません。え、本当？放送ページによく見てみてください知らなかった、本当だ、今スクロールされたら私の名前がない、今日は冠がついておりません、本当だ、知らなかった、私 MC だったんだ、ちょっと平にご容赦いただけますと、そこまで、さあここですね、はい、改めてタクティクスオーガとは、はい、というところから軽く説明をさせていただきます、はい、はい、お願いします、いけますでしょうか、はい、タクティクスオーガはですね、はい、魅力的なキャラクターたちとして重厚な物語、うん、でスーパーファミコンで出たと思えないアニメとグラフィック、うんうんうん、そしてもう UI とかね、優れた UI やシステムでとにかく遊びやすい、繰り返し遊べるタクティカル RPG の金字塔と言われているゲームなんですね、うん、で、オーガバトルサーガっていう全8章からなっている物語の一部なんです、一作品一部なんで、皆さんご存知の方も多いと思いますが、伝説のオーガバトル、うん、これ5章なんですね、5章、全8章ある5章から発売されたんです、はいはい、これスターウォーズをイメージすると分かりやすいと思いますが、5章7章6章5、7、6で出てるんですね、本殿というやつが、 でそのタクティクスオーガ2作目が第7章、はい、1995年発売、うん、でオーガバトル64が第6章、オーガバトルまだそんな移植されてないよね、そうですね、これはそんなで、外伝が2本ありますと、はい、ね、全てが発表されているわけではない、まだまだ謎も残されているオーガバトルサーガ、うん、ですが、そして、はい、タクティクスオーガ自体の歴史になりますと、はい、先ほどもお便りありました通り、うん、95年発売、はい、で人気すぎて移植されてます、たくさん移植されてます、はい、セガサターン版がリバーヒルソフトさんより発売、これ皆さんねプレイされた方も多いと思うんですけど、うん、これにボイスが入ってます、イベントシーンの一部にボイスが入ってます、はい、デニムの声優は佐々木のぞめさんかな、はいはい、あののぞめさん、はい、そうなんですよ、で運命の輪が PSP ですよね、そうです、運命の輪 PSP、 それはね、私そこをそれをちゃんとやったな、これをね、これも11月11日だったんです、そうなんですよ、12年前の、ちょっと待ってください、あ、ごめんなさい、早い早い、先走らないでください、ちょっ と, ょっ と, ょっとプレイステーション版はですね、はい、アートディンクさんから出てるんですね、これ みんなクエストで出てるわけじゃないんですね、クエストさんで出てるわけじゃない、これフランチャイズして移植されてると、でさらにその後、はい、まあ廉価版とか Wii 版とか発売されて、うんうん、運命の輪11月11日に発売されました、はい、でその後 WiiU とか New 3DS とかと発売されながら、はい、そして昨日、はい、はい、発売タクティクスオーガリボン発売されました、おめでとうございます、素晴らしい、よくまとめました、じゃあ何ですかと、はい、あ、じゃあリメイクですかって思われた方ちょっと待ってください、はい、全然違いますよ、全然違う、もう全然違う単なるリメイク、はい、リマスターじゃないんです、これは、まあ、大きくバーって分けますと、はい、運命の輪っていうね、うん、PSP 版をベースに不評だった部分がやっぱどうしてもあったんですよ、はいはいはい、それ撤廃されてます、
だ結構刷新されてるんですね。そうなんだ。まあ、具体的に言うと、うん、ユニットごとのレベルアップとかね、はい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 、があったんですよ。職業ごとにレベルアップしてキャラクターごと、うん、ユニットごとのレベルじゃなかったんですよ、うん、だから繰り返しプレイするときにじゃあナイトのレベル上げまくったから次忍者遊ぼうかなっていう時に、うん、ナイトレベル20だけど忍者レベル1からスタートするから苦しいとか、はいはいはい、ちょっと遊びづらさがどうしてもあったんですよね。もうこういう部分を撤廃、不要だった部分はもう完全撤廃、はい、難しい部分も撤廃したりしてます。はい。で もちろんあのスーパーファミコンから、うん、PSP からさらに今フル HD なので、うん、高画質化されてるんですけど、ドット絵の魅力はそのまま残されてる。この後見ていきたいですね。そうです、はい、でバトルデザインもさらにリメイクされてます。いろいろ、はい、あのなんか MP とか TP とか、うん、あの技を使うステータスが多かったとか、はい、なんか消費アイテムがいろいろ必要だったとか、そういったものも、まあ、なくしてしまって統合したり、うん、まあ、遊びやすくしたりとか、いいですね、あるんですよ。でさらにここもかなり魅力なんですけど、フルボイス化。いやこれねすごい衝撃だった。へー、先ほどちょっと後で見ていただきますけど、はい、あの台本の分厚さよ、はいはいはい、とんでもないことですで BGM もオーケストラ演奏いいですね、変わってますよと。オーケストラやっぱこのゲームの魅力って BGM なんで、うん、BGM もかなりファンが多いのでやっぱね熱量がありすぎて、まあ、ハイアマチュアとかの方々が許諾を取って、うん、オーケストラのライブを開催するぐらいあったりします。こうね、2016年のタマーホールに、ね、テンプルナイツ交響楽団の演奏を聴きに行きました、はい、これぐらい人気がある BGM と。へー。で今回、はい、各プラットフォームで出てますので、そうどれで買うか悩んじゃった。そうなんですよ。マウスでも操作できるように、うん、UI が再調整されていたり、はい、そして倍速モード、うん、これです。倍速モードでサクサクプレイしやすくなっておりますと、はい。これ多分ね、処理速度が速くなったから PSP とかよりもちょっとだけさっきテストプレイやってて、自分の実機でなんか早いあの次のターンに変わるのがこれね、速くなったのが AI も優秀になっていて、うん、AI も作り直されてるんで速くなったっていうのもあるんですよ。大変1から。つまりこういうことはもう懐かしく遊べる、かつ初めての人も触りやすい、はい、最も今研ぎ澄まされた、はい、タクティックソーガなんです、はい、なんです。はい、買いましょう、もう買いましょう。なるほど。でちょっとですね、タクティックソーガやるなら今リボーン絶対やるべき、ね、そうです、今やるならもうリボーン絶対やるべき。ちなみにですね、今お話ししたのはもちろん僕が全部調べたことではなくてですね、開発者の方々もたくさん情報を出されておりますので、はいはい、もっとね深く知りたいよって方は、ファミ通さんに出ているインタビュー記事、ファミ通ドットコムさんのインタビュー記事ありますよ。いやこれね、さっきね読んでてね、ちなみに北口さんには何の許諾も取っておりませんが、まずファミ通ドットコムさんに開発者のインタビューがあります、はい、で11月17日号に関東34ページの特集が組まれております。今出てるやつですね。今ですかね、そこですね。今次回11月10日発売、もう一個古いかもしれませんが、通販サイトではバックナンバーがお買い求めいただけますので、あのね、さっき読んでてね、前野さんのインタビューが面白かったです。やっぱ声優インタビューはめっちゃ読んじゃうよね。いつ頃オファーがあったんだろうとか、どういう気持ちでやられたんだろうとかね。いや楽しかったです、ね、あとは機会があれば、先ほどのその開発の松野さんと、はい、あの FF でも有名な吉田 P との対談ほか、はい、実機プレイでの、うん、あの放送とかも、解説とか放送もされてますので、うん、まあ、気になった方はそちらを見るとより詳しくいろいろ見えれるよっていうものがあります、はい、さらにちょっと脱線してしまうんですが、ユーディールではですね、はい、あのその昔 R の部屋というゲーム関係のトーク番組で、またこれも僕のなんかが爆発したんですよね。僕のなんかが爆発して、はい、好きがこうしてですね、ちょっとあのベーシスケープの崎本さんと、はい、で、あの、まあ、当時所属かな、ギリギリ所属かな、今ゲーム作曲でもおなじみの岩田雅治さんをお呼びして、うん、ゲームミュージックについてお話しした回もありまして、あら、ちょっと実はこれはあのチャンネルニコニコチャンネルになっちゃうんで、はい、課金は必要ではあるんですが、アーカイブは一応残ってある。あ、残ってます。じゃあなんかもしご興味ある方はという感じです。リンクを検索か、お願いします。そうなんです。でですね、はい、じゃあちょっとゲームプレイをもちょっとお待ちください、はい、さあ
もうね、今カメラもね、全部ジーヤが一人でね、はい、張り切ってやってるんですよ。これはEストアのね、専売品のコレクターズエディションをちょっとご紹介します、はい、そう、これすごい限定版、今買えないの？今ちょっと売り切れになっているようなんですが、はい、パッケージソフト、はい、で、アートオブタクティクスオーガリボン、はい、歌集ですか、ね、で、オフィシャルスクリプトブック、はい、これすごいよね、見てこんなに分厚いんですよ。めちゃ分厚いです。スイッチはこんな感じ、はい、そう。そして右下のは、右下のはですね、セレクトアルバム、一部収録したセレクトアルバムですね、うん、完全版のアルバムは別に発売されますので、ご予約ください。僕はご予約しました、はい。そしてタロットカード、タロットカードポーチ、タロットカードマットですね、はい、はい、これすごい結構分厚い、しっかりしてる。あ、これを買った人は500名様で抽選でガラスのかぼちゃが当たります。へえ、当たれ、うん、当たってほしい。あとはですね、はい、ちょっと前シリーズ、前のシリーズなどなどにはなるんですが、はい、これはジーヤの私物の、これ私物ですね、タクティクス、これはあのやっぱりタクティカル RPG っていうのはやっぱり攻略本もちょっと楽しみ方の何割も似合ってるかな。結構読み物ページも多いですよね。そうなんです、読み物として楽しくてですね、これはライターのなんかぼやきに似たようなあの雑感というか、ね、感想まで含めて書かれているので読み物として面白い。いや、なんか攻略本なのにオーガバトル64がすごい究極の攻略システムアナライズ&総合うんたらって。いや、そうなんですよ、あれはね、そんなサブタイ初めて見た。丸々1ページライターのなんかあの日記みたいなのを書かれてて面白いですね。すごい、読み応えありそうな。はい、はい、すいません、これで一旦ね、はい、さあそろそろということで、ゲームの方ようやく、はい、ちょっと移っていければと、行きましょうか、思いますが、行きましょうか。はい、じゃあちょっとね、早速ゲームを始めたいと思いますけど、ちょっとオープニングから、これはもうこのまま行っていいのかい？ダメです。ダメ？ダメです。じゃあタイトルに一回戻る。そうです、タイトルに一回戻っていただいて、これはこの曲を聴かせたくて、はい、今。今この曲を聴かせたくて流した。今かかってたのはタクティクスオーガリボンの音楽です。マリー GG の BGM じゃありません。もうあなたたちはもう入ってるんです、この曲で、タクティクスオーガの世界に。あ、見ましょう。あ、懐かしい。前のやつでも12年前だもんな、学生とかの。今回初めて触れるよって人いるのかな、ちょっとコメントとかで聞いてみたい。やったことある、あ、いらっしゃる。こっから一緒に、私も今日まで我慢した、この時間まで極力やらないように。やりたかったけど昨日拷問だったわ。なんかすいません、なんで昨日にしてくれんかったんや、配信日って思ってたら。データの、データがね。そう、あ、始まる。始まる。じゃあ。待ってください、またコントローラー触らないでください。まだ。まだ置いて。何？待って。何するの？待ってください。はい。タクティクスオーガといえばこの後ですから。はい。待ちましょう。いや、いろんなタコがいる。するのじゃない。こうです、こうです。アベロ海に浮かぶバレリア島。海洋貿易で栄えたこの島では、覇権をめぐり民族間での紛争が絶えなかった。その戦いに終止符を打った男がいた、はい、後に覇王と呼ばれたドルガルアである、うん、この地を統一したドルガルアは多民族間の婚姻を奨励し、はい、国境を一つとすることで対立を取り除こうとした、うん。今日ね、あの途中のセーブデータからスタートしますので、はい、バレリアの物語のつかみは知っておいてもらいただこうかと思いまして、うんうんうん、しかし紛争の火種が消えたわけではなく、ね、大いなる力でまとめようとした。王の死後、司教ブランタは支配者階級のバクラム人を扇動し、うん、王とハイムの独立を宣言。さらに
北の大国ローディスと密約を結び、バクラム・バレリア国を建国した。うん、摂政となったブランタは全土を手に入れるため進行を開始。フルボイスになったことでアクセントがね、発音がローディスから派遣されたランスロット・タルタロスが戦力の損失を恐れ、こう読んだんだっていう新発見が実は結構、ね、ブランタはしぶしぶそれを受け入れ進行を停止した。これ、ね、大陸の話は、先ほど出た大陸は伝説のオーガバトルに残された2つの民族主義陣営、5章、6章、7章、人口の7人で占めガルガスカンが指導者バルバトス枢機卿のもと、その覇権を手にするため、うん、ウォルスタに宣戦を布告。はい、このガルガスカンとウォルスタの争いだけちょっと知っておいてください。民族の根絶を目的とした民族虐殺を、民族間の対立が多い島なんですよ。この後テストに出ます。一方ウォルスタはロンウェイ公爵を指導者として交戦だが、戦力の差によりわずか半年で敗北した。うん、勝利した枢機卿は内乱の終結を宣言したが、ウォルスタ人に対する弾圧はなおも執拗に続いた。うん、ウォルスタ人は抵抗を続けたが、公爵が囚われて以来急速に弱体化。残されたウォルスタ人はガルガスタンの用意した強制収容地区に収容された。これが5章までの話ってこと？バレリアの内乱は沈静化した。いや、これはですね、タクティックソーガだけのお話ですね。しかしそれが、うん、つかの間の静寂で、あ、これが勢力図ってことですね。この偉い人、私左上がいい、かっこいいところにつく。いや、でも視力落ちそうじゃないですか。視力落ちそうですけどね。はい、おー、これでさっきのに戻る。はい、なるほど、わかりました。どれからやったらいいですか？コンティニュー、ニューゲーム。まだです。何？まだあんの？何？まだです。クレジットクレジットいきましょう。そんなん最後に見ないとダメでしょ。初めに見るなんて。いや大丈夫です。そんな、なんかネタバレがあるわけじゃありません。最近の海外のゲームはクレジット載ってるから見るけど、これは昔からのゲームは最後でしょ。そんなこと言ったって、姫だってオプション最初に選ぶはず。いや、選ぶけど、いや、クレジットとオプションは別でしょ。何？すぐ終わりますから。あ、2022年、ほら、これ最後クリアした後見ないと。いや、これは別にそういうわけじゃないです。で、さらに、はい、あの LR を押しますと、じゃあ、オリジナルスタッフ。あー、なるほどね。あー、なんか絵も結構あんまり変わってないようで、タッチが今時になってたんですね、さっきのやつ。そうなんです、これ、あの同じ構図で今風に描いていただいた、うん、あ、これで運命の輪ですね。印象残ってる、おしゃれな、これでも、あの姫、これはあのもしかしたらピンとこないかもしれませんが、これ聴いてみてください、曲を。これ誰も知らないはずなんです。これ書き下ろし新曲です。崎本さんの書き下ろし新曲らしいです。ありがたい、最後に聞く。ありがたい。まあ今回はちょっとこれでじゃあ戻っていただきまして、これクリアするときに聞いたら泣いちゃうな。そっか、あ、しかも止めてゆっくり見れる、戻れる。やっぱアルファベットだとさ、ね、名前ちょっと一瞬わからなくなるときあるから助かるよね。はい、一回戻っていただきまして、すごいな、はい、ちょっと続きから始めたいところではあるんですが、はい、まずですね、やっぱここはゲーマーズギルドの姫の初めての人もいらっしゃいましたよ。初めての人もいらっしゃいます。なので、どういう風に始まるのかなっていう、うん、まあ、最初のね、はい、あの主人公のステータスを決定する選択肢っていうのが結構ね、うん、あのニューゲームでいい？ニューゲーム、はい、行きましょう。このゲームやっぱり選択っていうのが重要なので、はい、さあ、ここ今が何を選ぶのかと。馬車馬のように回るよ。あ、この後はセーブデータで再開しますので、はい、ね、一旦このデータは6月7日、ね、はい、このデータでドア玉からは始まらないんですが、風流、ただこの後だけプレイしていただきたいという。13日でした。あ、正義、これタロットだね。思想の異なる民族を束ねるために一番いい方法は何でしょう。圧倒的な人望。なんで笑うよ。いや、すみません、やっぱ人についていくと思う、力より。そうですね、人ですね、ね、人です。やっぱ人は人についていくな。
魔術師、それは全ての始まり。あなたが調合している魔法の薬はどんな効果を持っていますか。難しいですね。でもやっぱり世の中何かを我慢したり抑圧されてる人がいるんじゃないかなって今ギルマスを思う。解放と混乱、まずは自分を解放することが大事。吊るされた男、奪うことの理由。あなたは今まさに他者の命を奪おうとしています。それはどのような理由からですか。いや、そうだな、どれにしようかな。仇を打ってもその後には虚しさが残るだけ。名誉は見栄を守るようなもの。やっぱ直前にちょっととっさに手が出ちゃったんです。仕方なかったです。そう、それなら正当防衛かな。太陽、激しい戦いの末ついに勝利を手にしたあなたは何に感謝しますか。自らの能力に。早い、早いですね、早いですね。いや、みんなの力は私の力。ちょっと迷わないですか。そう、みんなも同じように思っていいっていう。あ、死神、すごい。あなたを陥れたのは誰ですか。私は私の王で、友達は信頼してるからそんなことしない。それ陥れた人を信頼した自分が悪い。愛しい恋人、いや、それも信頼していた友と同じ扱いで、やっぱ王とその下僕かな。姫。何ですか。姫。何ですか。姫。ああ、ちょっと。ちょっと、ちょっと待ってください。ちょっと、あんなシーンは初めてです。これなかなかないことですよ。どっちなかなかないことです。初めてです。ちょっと今のシーンは忘れてください。この放送であってはならない。こんだけ熱が、弊社の熱暴走した。弊社のスイッチが悪い。弊社のスイッチがちょっと調子がおかしくなってしまった。ちょっとゲームを起動できますか。はい。はい、少々お待ちください。まあといった感じで、はい、さらにその後、自分が誰の加護を受けますかというふうに、うん、あの各属性の神様たちが、神様なのかな、まあ神様ですね、はい、があって、で自分の属性を決めていくという。火とか水とかね。そうです、火水なんですけど、うん、今回なんと、そのエレメント加護が復活して、さらに、はい、雷と氷が追加されたので、あーちょっとその神様も書き下ろしで新規で作られてます。はい、嬉しいね、絵も好きだし。じゃあ次、じゃあまあっていうのは、はい、見れたので、はい、王とその下僕、それを選んだのは見れましたので、はい、コンティニューで実際コンティニューで、はい、ゲーム画面の方に、はい、結構なんていうか自分寄りにいじれる、カスタマイズできるっていう感じですね。そうですね。じゃあ今日はどこからやりましょうか。はい、ちょっとご説明しますと、はい、これゲームはある程度進行した状態になっておりまして、うん、で、うん、ゼノビアっていう国から流れてきた騎士の一行の助けをちょっと借りながら、はい、あの先ほどねオープニングムービーであったロンウェイ公爵を救出したのが主人公です。はい、この人がデニム、デニム、ゴリアテの若き英雄。ジーパンだって覚えてた、子供の頃。デニムパウエル、ゴリアテの英雄と呼ばれたこの若者がですね、はい、ゲーマーズギルドという騎士団を結成しております。はい、はい、名前変えれるんだよね。名前、そう、ギルドっていうか騎士団を何に変える。騎士団の名前変えられます。本当は主人公の名前もオリジナル版だと変えられたんですけど、今回は、うん、あのフルボイスの関係もあって、うんうん、1周目は変えられない。あ、2周目からは、2周目から変更できる。へえ、みんな分かる人はあーとかうわーって書いてますね。今ですね、このバルマムッサの街っていうのが、はい、今日の目的地なんですが、はい、ここに何しに行くのっていう話なんですけど、ここには、はい、ウォルスタ人の自分たちの種族ですね、はい、ウォルスタ人の自治区があって、うん、ただ自治区っていうのは名ばかりで、本当、まあ、家畜同然に扱われている、はい、5000人の、はい、もう捕虜みたいな人たちが、私が助ける。そうです、デニムマリエが。ただ助けられないので5000人も連れて避難できないじゃないですか。そうですね。なので武装蜂起を促すために今行っています。はい、行きます。はい、マリエ・デニム、バルマムッサの町、敵を殲滅せよ。はい、
経験値を得るためにボーナスもね得られるようになってます。じゃあこれメンバーで、メンバーちょっと待ってください。メンバー今カノープスとかちょっと出ていないので、ぜひ入れていただいて、誰を削ろうかな。ですね、まあ、ここはちょっともう言ってしまうと、右下というかバサカちょっと今育成途中なので変更しまして、はい、でも私結構前の方に有力人のみんなは行って、早々に散ることが多い。いや散らずに、ちょっと今日は散らずに、はい、この後の進行に関わるので今日散らずにやっていただきたい、はい、でわかりました。ウィッチもすいません、ちょっとこれ育成中のウィッチですので、はい、これをねボルテールさんに、はい、そして、アーチャーも実はこのアーチャー2軍でございます。アイボリーさんをさらに変えてください。はい、はい、こんな感じ、これぐらいで、はい、大丈夫かなと思います。あともう1体出せますので、あ、じゃあこれを下げて、はい、もう1体出せますので、そうですね、あ、まあ、アーチャー入れるかその、うん、もう一つのおじいちゃん入れてもジージミラー、はい、入れても大丈夫かなと。これはあれですよね、なんていうの、メインキャラはいるけどそれ以外に志願してくる団員とか名前変えれるから、ミュラー、そうか、もう入っちゃったからな、名前変える雇用するときに名前を変えることができます、ね、残念。じゃあこれでいきましょうか。はい、お願いします、はい、やっぱ主人公は真ん中のいいところにいないとね。えい、じゃあ出撃、バルマムッサの町、今回は熱狂的なジーヤのハイライトタクティクスオーガリボーンをやるので、序盤とかはみんなよかったら買って遊んでみてね。何者だ。先ほどのね、松野さんの配信にも序盤はだいぶプレイ部分がありますので、ぜひ見てください。いや、好きなんだよねこういう、綺麗、敵を殲滅せよ。今、あ、序盤は松野さんで、あ、勝手に動いてる他の仲間が、カノープスまだ、あ、今勝手にもしかしたらオートになってるキャラがいるかもしれないので、はい、面がボタンをちょっとパワッと押していただきまして、はい、はい、で、メニューをなんか Y と X と B をじゃあやっと、はい、で、一度ですね X、 あ、それですね、 AI 一括設定ですね、はい、これを無効に、無効で、はい、お願いします。じゃあ全て私の力で、ね、全て采配、全て私が動かします。今ね、バイスとカチュアと、まあ、数名の NPC ユニットもいますので、まあ、前の方に、はい、よ、下のところの、黄色が敵で青色が、マリエ GG 軍になるんですけれども、左側から順番に単性なんだよね。そうです、ウェイトターン、ターン、ウェイトタイムがありまして、うん、順に行動していく、なんで自分が全員動いてターン終了とかではないんですね。はい、装備とか素早さが早いユニットから動いていくと足りない。じゃあ説得人間、仲間にできるか、はい、仲間に、相手を仲間にすることもできます。で、この瞑想とかいうのが、うん、オートで発動する、今回4タイプに分かれたスキルのオート発動のオートスキルです。ヒールリカバリーの市場だ。これキャラクター体力ゼロになった上に放置してたらもう帰ってこないんだよね。体力ゼロになるとカウントダウンが始まって、それがゼロになるともうデータロスト、キャラクターとしても帰ってきません。大事に死にます。これか、投石、大好きな投石、届かない投石、これタクティクスオーガの届かないところにも、今これですね、右上にステップ30ってやつ、高度30ですよっていうのが出てると思うんですが、射程を無視して投げることも実はこれちょっとギリギリ届かないんですけど、届かない、おじいちゃんの力じゃ届かない、今予測性も出てましたので、出てましたね、弓矢であれば届きますし、あ、まあ、上にいる方が強いってことですね、はい、この辺がタクティックス要素があると。これはモーニングス
ーか。ちょっと、いろいろなんか青いカードがチカチカしてきましたね。はい、今回の新要素ですね。バフカード。じゃあ、あ、本当だ。HP マイナス1与えられる確率 88% いけうーい本当だうえいじゃないんですよ。そっか、範囲だけだと思ってた。昔はですね、これであの、はい、経験値が都度攻撃のたびに入ってたんですが、そうそうそう、今回はあのリザルトで一括で入りますので、はい、なので、まあ、石は投げずとも良いと。なるほど、石を投げるゲームというわけではない。いや、やっぱね、好きなんだよね。そう、わかります。僕も最初、一番最初ウォーレンにデニムで石投げましたもん。少しでも稼げるように、いくか、これで。やっぱね、こういってタクティクスのやつで、まあ、ファイナルファンタジータクティクスもこのね、あのディレクターの松野さんがあの手掛けてらっしゃって、私あの FF14 かの生配信の時にファイナルファンタジータクティクスを多分数年前、5年くらい前かなに改めてそれもやってたんだけど、その時にね、結構タクティクスも15年とか20年そうですね、だいぶ かなりその時ぶりにやると、結構あのめちゃめちゃ嫌いなキャラがめちゃめちゃ、えそりゃしゃあないよな、お前頑張ってるわって思って、そうなんですよ。なんかずっと当時は好きだった子がなんかお前恵まれすぎだろみたいな、なんかね、好き気持ちが変わった、大人になっちゃって、私もそう、マリアも大人になってね、感じ方がその時の当時で違ったから、今回のタクティクスオーガリボンも12年前から絶対気持ち違うだろうなって思って、そういう意味でね、超楽しみだったんだよね。演出とかセリフの一つ一つの、なんてですかね、噛み締め方というか察し方がだいぶ変わってきますよね。ね、こっち行こう。スキル 0%、 こいつは話すこと、まあ、忠誠心がユニットごとに決められていて、ハロルドさん、あ、アイテム、隠れた隠し財宝ももちろんあります。やっとデニム、あ、これスキル発動率のバフ、このバフカードは、はい、この戦闘だけステータスが上がるっていうカードなんですけども、このアップ率がかなり半端じゃなくてですね、はい、まあ、どうせちょっと上がるんでしょうみたいなことじゃないんですよ。もうびっくりするぐらい上がるんで、あ、取れば取るほど強い。で、1ユニット4枚までぐらいですかね、はいはい、1ユニット4枚か、1ユニット4枚まで取ることができたかと思います。このじゃあ上のカードを取りに行くために、いやでも直接攻撃、今あの攻撃力とか 3,4 割変わったりするんで、あの敵が取るとちょっとね、ビビるぐらい強くなるんで怖っ。こうやって私はカノープスを前線に出す。いや大丈夫です、バキバキに強いので。カノープス鍛えましたか。あー、そんな説得、みんな 0% 聞く耳持ってくれない。フェアリーが、それフェアリー用の説得コマンドです。よっ、これ後ろから攻撃するとダメージ多めとか命中率が上がったりとか、ね、はい、そうですね、横とか後ろとか、結構昔のゲームのままの移植だとそれが対応してたりないやつとかあるじゃないですか。だからね、それ毎回どのゲームもタクティクス系は確認する。なるほど、これは反映される。じゃあこれもいけたり、魔法は94か、魔法は射程内でしかちょっと設定が、はい、できないので、石だけか、投石だけ特別、石と弓とかですね。混戦してきた。これなんか全体でなんていうんですか、3匹ぐらいまとめて倒すよりは1体ずつ確実にやれってカノープスが序盤で言ってた。そうです、思い出していただけましたか。思い出しました。範囲魔法とか基本は格好撃破でもね、数を減らす方が強いですね。やっちゃうんだよな。モーニングスター届かない、届かない、届かない。前にスパイス、ガンガン前に行きましょう。行きます。近接触ですけどナイトはちょっとだけ重いので、この辺がね、あの難しいところです。あ、
キル発動率。おお。お姉ちゃん。お姉ちゃんとかがね、多分子供の頃やってるかやってないかでちょっとね印象がね変わる気がする。弟思いのいいお姉さんなんですけどね、マリエデニムのお姉ちゃん。いやでもなんか大人になって運命の輪の時に、あれスーファミ私ちょっとやってた記憶があるんですけど、あれこんな ここまでこうエゴもちょっとチラ見えするお姉ちゃんだったっけっていう衝撃があって、そう上から、ね、今回見ると余計にこう大人になれよ。あーでもそっか、いやいやいや言うて姉ちゃんも若いんや、10代そういうのがある。上から目線の嫌な女でしたちょっと結構そういうのがあって面白いね。チッ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 バーシア魔法、みんな回復だな。回復はちょっとね多めにユニットを構成しております。なるほど。あの、あ姫の実を暗示。え私余計なお世話だよ。大丈夫だよ、攻撃でさっさとやればいいんですよ。いきます。ジジイ動け。うーん届かない、あと少しなのに。 MP がねこれ特殊なんですね。はじめゼロでターンが重ねていくと MP 増えていくんですよね。そうです。それが結構面白い感じ。どっちにしようかな。よっ、ダメージが多いやつって言って散っていくんですよ。わかります？いやわかります。ちょっとダメージが一番出るやつを狙いがちです。そう、まあ私も8もらうかもしれんけど62なんて当たらん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 。そうこれカウンタースキルがね、当たらん当たらん。あ味方に当たりましたね。そうそう、カウンタースキルがあの強制発動というか武器ごと、はい、武器ごとにスキルがついてカウンターとかついたりするんで、今みたいに弓が反撃してきたりとかいうのが出る。間にいるとやっちゃうっていう、ね、間にいたソルジャー君が今刺さりました。ボリアムここ混戦しすぎて誰も移動できない、誰も移動できない。これでも当たっちゃう。何ですか、そう、絶対当たっちゃう。大丈夫ですよ、有翼人は今弓ですよね。弓当たっちゃう。弓ですよね。ロング棒で上から65、69、44。バリスタ系は直線で飛ぶんで味方に当たるんですけど、はい、今装備してるのは弓なので山なりに飛ぶんで大丈夫です。あ、なるほど。車線が悪い。これでハンナ。あ、いや、だんだん溜まってきた。MP が溜まってきたんで、あの、はい、スキルが使えるようになってきた。敵が強くなってきちゃう。これこのキャラもスキルが。あ、5% になった。いやいや、5%では。いや、スキルと行動、攻撃とかと移動って1回ずつ全部使えるんですよ。だから使わなきゃ損っていうことよ。いや、損はするんです。次に溜まっあの回ってくるターンが遅くなりますから。でこれ、必殺技というかスキルが使えるようになってて、下の、ね、はい、レインハーツとか使えます。じゃあこれで全員、あー結構来ますね。これカード取ってたらバイバイバイってすごいことになるけど。そういうことになります。もうただでさえさっき60もう400ダメージ、500ダメージと。レインハーツ、もう一人いて、え、わかった。ちょ、後ろに下がれ。下がれハロルド。はい。で、これもいける。どうしようかな。弓技。アイスプリズン。一人ずつ確実にやれって言ってた。300ワンパンじゃん。氷属性なんですけど、はい、なぜパノープスが風なんで別に相性は良くないんですが、はい、パノープス自身が強すぎて、いやでもねこういう時にねこれワンパンでもったいないしダメージいっぱいやってくれるから別のやつ倒そうってやって誰かがやられてしまうとこまでが、なんでその自分の欠点まで分かっていてどうしていやなんかもったい、なぜ改善までは至らないのか。え？それやっちゃうってことですか。やっちゃう、我慢がやっぱ一番最適解を探しちゃうわけですよ。だから今このワンパンできるハンナをやるか
ちょっと他の人の補佐のために161、110ぐらい次の人に託してジェニックをやるか、それをあの下ですよ、下の次にナイトが動いて敵が4人動きますんで、うん、次のナイトで何をするかを考えるとどうしようかなっていうのは決まるかもしれな いですね。どうしようかな、なんかナイトがすごいことしてくれないかな。じゃあまあとりあえずや、あ、決めろ、頼む、ヘビでおしまいで、そうだな、これね、ちょっと攻撃力を見てみる、これでこれでしょ、389、必要なかった、これでやればよかったんだ。これでやれます、ね、これで本当だったら2体倒せたってことでしょ。そうです。でも大丈夫、私はこのゲーム PSP ちゃんとやってきたから。知ってる、わかる、みんな、いうことは、ああ一旦無駄にしたって思ってるでしょ、違うんですよ、仕込みみたいになってる。知ってるんだから私、仕込みみたいになってる。違う、ちょっと敵のターンが続いてる、違う、今強制介入、ボタンで強制介入してアタックターン介入して、そう、私は知ってるわ、姉ちゃん待って、姉ちゃん待って、今俺のターンだから、Lトリガーあたりですか、でこれで、これで運命のは ZL ボタンですね、運命のはチャリオットシステム、そう、これでターン戻れる、巻き戻り上限今20になってます、これがゆくゆく50まで巻き戻れるようになるみたいですが、あ、じゃあもう今は20、今最初まで行ってる、いや、そんないかんない、でここでさっきのカノープスに戻る、僕は移動する、でちゃんとブラックダウンでワンパンする、必殺技吹き出しがない、違う時間軸に移動したってこと、ある時もあります、これは私の知ってる世界線じゃない、でここでこいくこいく、この流れはワンパン、この流れは本当仕込みみたいですけど、あの打ち合わせはしてませんので、一時ワンでいいんだよ、はい、あのいやすごい素晴らしいなと思って見せていただいて、そう、これで私はギルド の財宝を奪われてますけど、あの、はい、この子倒したらまたもらえますんで大丈夫です、 あ取らないで、なんか剣の強そうなのがある、そうだから誰かがやられそうな時に巻き戻ったらなんとかなるっていうことですね、そうです、そう便利、だから結構ね、あのロスト、キャラクターロストしちゃうって思ったけど、まあまあターン戻れるからリカバーは効くから攻めてもいいってことよな、まあまあそうです、もっと前でよ、カノプス、攻めてみてダメだったら戻ればいい、そう試せるね、いろいろ、そうもっとここで攻めっ気を養うといいってことよな、な、今誰の名で、誰の名ですか、な、投石、えい、いけ、ジーヤ的には石は投げない方がちょっとよろしいかなとちょっと思いますが、やっぱちょっかいは、いや、まあまあそうなんですけど、な、え、向きを変えたりとかあるかもしれませんが、じゃあこれまだまだもう回復いらない、ジーヤちょっと回復いらないです、もっと攻撃したいよ、安全第一、ちょっと安全第一、効果第二ですから、いやいや攻撃は最大の防御です、ほらやり直せるんだから、何度だってやり直せるんだから、攻めりゃいいんだよ、回復なんていらないよ、ちょっといらんいらん、でこれ次のマップもねちょっと見越しておりますので、安全にほらもうじいちゃん何にも何の働きもできない、じいちゃんちょっと遠くに行ってます、いますので、ちょっと歩いて、いや横からこう正面行くと弓矢の人とかにやられるから、あ、これだ、直接攻撃のバフカード、大丈夫大丈夫、 MP も40溜まってますので、はい、強いマイティマイティも
行けるんですが、行きます。別の技もありますね。戻ればいいんですよ、この下の、うん、強い。ソニックブレイドっていうのがありますんで。いや、なんかここまですることなかったかなって。だって160の倍も320でしょ。まあ、行動終了した後にチャリオットできます。ごめんな。終わった後に戻せますんで、この待機まで終わった後。あ、取られた。大丈夫大丈夫、強い、痛くない。だんだんゲームの流れが分かってきたところで、はい、倍速にしていきますか。あ、倍速これですね。どれだけ速くなんだろう。あ、サクサク動く。おー、大丈夫大丈夫、負けないぞ。こっちには巻き戻りがあるんだ。結構射程が長いので、その場から打つのがちょうどいいかもしれないですね。あ、そうですね、今あるタイプ。よし、そうか、これで早く帰ってくるように。カノプス、いけいけ、攻めろ攻めろ。あーん、これで、なんかこうワンパンが好きなのにワンパンチが決まらない。ちょっとまだですね、はい、一撃が重いユニットはあんまり育成できておりませんので。よっよ、どっちにしよう。やっぱ85、結構、まあ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 、痛くない、大丈夫。これでサクサクいきますか。よ、これでジャネットいくか。ジアは今攻略本見てたから大丈夫。あ、ちょっとターンを。今何かしました。何でもない、何でもないです、何でもないです。手前に味方がいるとね、やっちゃうから、ね。すいません、今ちょっと次のマップの NPC の動きだけちょっとおさらいしてたので、ちょっとコメントで教えていただけますか。いや、元気です。みんな元気。みんな元気。今何が起きました。何も起きてない。ちょっと休もう、ハロルドも休もう。大丈夫、私元気。あ、何もしてない。何もしてない。何も起きてない。何も起きてないってみんな言ってるんで、何も起きてないです。何も起きてない、大丈夫。早い、ちゃんと巻き戻ってるから。そういう過去をね、何度も何度も言うのは良くないんですよね。あ、コンディションバッチリ。これで槍、とりあえず今集まったキーワードは槍、はい、ハロルド、あ、です。はい、つまり何か、あ、今の位置関係上あれですかね、あのアーチャーをハロルドで貫こうとしたらデニムも一緒に槍で刺したってことで、すごーい、あって強い魔法、魔法が使えたらなって。うん、でもみんな別にいいんだよな。やっぱちょっとじゃあ回復でちょっと余剰単位だったなって人まとめます。まとめます。まとめます。次もこの2ユニット本当は次余剰にならないんで、ちょっとゆっくりしてもらったらよかったのになっていうのまとめます。余剰になりません。いや、なりますなります。回復ね、ヒールしとこ。こんなにいりませんよって、はい、まとまってきました、ちょっとずつ、はい、ミュラさんは前に出してあげてください。これね、はいはいはい、こっちかこっちか、どっちにしようかな。でも、これでトルネード、はい、ジージー、はい、痛くない、強い、はい、ここら辺もね、リセットは使わない。リセット使ったら今までのやつがなくなっちゃうんだよね。そうです、バッフカードの効果が全部なくなります。あー、じいちゃん、これね、先にじゃあサクサクいきますよ。待機、戦闘がこなれてきました。はい、
これで。デニム。まあ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 。パリーはね強いですから。ちょっと。80に。じゃあ近くで行って。一人ずつ、丁寧に、浮気をいっぱい攻撃浮気をいっぱいするとこのゲームはタコ殴りにされるので気をつけましょう。一体ずつ。大切。大ずつ集中攻撃。投石がない。正直は大丈夫です。アイテムはちゃんと取る。ファランクス。もうあと1体ですもんね。これで。おー強い。はい。皇族部隊がね、武装攻撃させる武器防具のね運んでくれてるので。はい。はい、右上の3人はまあ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 ちょっと休んでてもよかったのに無理だやり、いや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 呼ばれているじゃないですか、本当なら休めたのにいるじゃないですか、休日出勤させられたいるじゃないですか、何か知らんけどみたいな感じです、なんか知らんけど必要あったみたいな、はい、いるじゃないですか現場に、なんか知らんけど大人何してるかわからない人おるなって、そういうのはちょっといらないんじゃないですかね。ほら、上は人数さえいれば見栄えばかり気にする。経験値のチャーム強そう。こういう感じで進んでいくってことで、はい、これで、ね、あ、ストーリーファイス。そんなセリフを聞くためじゃない。お前らはこのままガルガスタンの奴隷でいいって、解放軍は邪魔だって言うんだな。このまま。そんなに熱くならないでバイス。お姉ちゃん。話したくてもできなくなるわ。主人公のお姉ちゃんね。戦って何になるというんじゃ。あら、争いは憎しみしか生み出さん。わざわざ争いを起こすよりはこのままでいいんじゃないか。ここなら戦火に巻き込まれることはなく、食うにも困らん。家畜と変わらない生活なんだぞ。ここにいる限り。それは変わらない。自由が欲しくないのか、人間らしい生活をしたくないのか。ウォルスタの誇りはどこへ行ったんだ。あんたたちが何もしなければ平和な生活が続いたんだよ。ジーヤが駆り出さなければ。解放軍だかなんだか知らないが、ただ首がすげ替わるだけのことじゃないか。レオナールさんって人に言われただけなんだ。同じことを言ってた息子は半年前の戦争で死んだよ。私の息子を返しとくれ。おばちゃん、お願いじゃ、このまま帰ってくれんか。せっかく倒してきたのに。ここに戦おうというものはおらん。それにお主たちは勝てるとでも言うのか、うん、あの強大な力を持つガルガスさん相手に。英雄だかなんだか知らんが、公爵に乗せられているだけではないのかの。遅くなって申し訳ない。レオナールさん、ちょっとこっちへ来てくれないか。内緒の話。話を聞かせてもらった。やはり説得は難しいような。まあ、さっきも 0% だったしな。いや、気にしなくていい。こうなることは分かっていたんだ。よく聞いてくれ。これから。はい。これから町の住人を一人残らず殺すんだ。こうなることを予想されていた公爵殿下のご命令だ。公爵様は分かってたんだね。一体どうして、なぜなんだ、理由を教えてください。うん。公爵殿下はこう仰せられた。はい。あ、バルマムッサの住人がすんなりと放棄するなら何も問題はない。うん。しかしあの子供たちが言ったとて、私たちのことね、連中は武器を手に取り革命のために命を投げ出したりはせん、うん、その時
お前はガルガスタンを装い、住人を一人残らず殺すのだ。うん、敵のふりして。なんですと、我が同胞を殺せとご命令になるのか。落ち着け、レオナール。お前は頭の良い男だから分かろうが、良いか、ガルガスタンとの戦いに勝つにはこれまで以上に我々ウォルスタの団結が必要なのだ。バルマムッサが奴らによって滅ぼされたとあれば、他の自治区にいる同胞は嫌おうもなく戦わざるを得まい。うん、これはうちらの偉い人ですよね。そうです、公爵様は。それに、ローエ公爵大将です。そうした暴挙をガルガスタンの反体制派が黙ってはおるまいよ。うん、いずれにせよバルバトスは戦力を我々とガルガスタン内部の反体制派に分散しなければならなくなる。うん、そして我々はバルバトスを討ち取る大義名分と勝機を得ることができるというわけだ。はい。しかしデニム殿は黙ってはおりません。そんな卑怯なことはできない。その時はお前が。中間管理職か。従ってくれな。レオナール。殺しなければウォルスタに明日はない。ここで選択肢が出ていますが、はい、分かってます。選択をすることでストーリーが分岐していくという、ね、マルチエンディング。結構ルートが変わるってことですよね。そうですよ、よく言われてるあのオーガバトルであるよくある、アライメントのロールート、はい、カオスルートっていうのに分かれていくんですけども、はい、さあここを、はい、本日、はい、皆さんで考えていきたい。なるほど、みんなちゃんと丁寧にイベント聞いてたよね。1か2か。いやもうこれちょっとアンケート取ります。はい、みんなアンケート取るよ。1番と2番でいいです。1番と2番みんなどうするの。私ね、あれこれ前どうやったかな、ニコちゃんとやった気がするけど、結構本当に変わる。本当に変わります。もう主人公の立ち位置が真逆になりますので、序盤とかも結構選択肢あるんですけど、プレイしてすぐそれも結構ガラガラ変わる、ね、そうですね。だから何周もしないと、まあ、言うと仲間になるキャラクターみたいなのも全然変わってきたりするんですね。みんな今回はどのルートを見たい。このまま残りのデータでジーヤが頑張るってこと。そういうことになります、ね、延長戦は今回、はい、そうだから、まあこのルートを見たいか、自分はゲームはあの自分でやるときはこのルートやるからこっちやってよっていうのもねありますよね。ちょっとギルドそろそろアンケート締め切ります。ちょっと私もみんなどういう選択肢でこの番組に何を求めてるのかアンケート取ります。あ、そろそろ締め切ります。おー、すごい拮抗してる。分かっていますが 48% で、2番バカなことはやめるんだが 52% で割れてますね。これがあの、はい、データとして残ってるらしいんですけど、はい、やっぱりスーパーファミコン版とかの時はですね、うん、やっぱプレイヤーが若かったっていうのもあって、はいはいはい、もう圧倒的に 7,8 割がバカなことはやめるんだと、うん、あだったらしいですね。なるほど。正直ね、2番やりましたよ、みんな。罪もない人、2番になっちまった、はい、何が大だ。2番は次のステージが難しいから嫌なんですよ。君は幼い、言われたよ、幼い。無垢な心が羨ましい。自分の手を汚してでも理想を貫く。それができなければ私は汚さない。戦いに参加してマリー GG は汚さない。いけないんだよ。はい、来月のテーマですね。来月、あ、今月もあるわ。デニム、2022年下半期はマリー GG は汚さない。11月半ばに。バイス、どうしたの？あなた、まさか。お姉ちゃん、お姉ちゃんが喜ぶ選択肢を取ったと思うよ。バイス、やれ。その3人を殺すんだ。バイス。バイスって私たちの幼馴染の。
幼馴染のバイス。あ、面が。顔が、面構えが。顔グラフィックが。顔グラフィックがたくさんあるのがバイスの魅力ですからね。死人なんだから誰も咎めやしないぞ。さっきまで一緒に生きた戦いを見せてくれたバイスが。のためになるなら喜んで死ぬ。これぜひ初めのバイスを初めて初見の人は見てほしい。どうしちゃったのよバイス。スーパーファミコン版も精悍な顔立ちしてますからね。黙れカチュア。音声あるとだいぶこう食い物が手に入らないあのマスカット時、いいですね。俺が手に入れたウサギの肉を覚えているかカチュア。やっぱ食べ物の話出てくるよな。礼も言わずに弟に食べさせやがった。目に持ってたんだな。俺がお前のためにやっと手に入れたウサギの肉なのに。礼も言わずに当たり前のように俺をバカにしやがって。デニム、てめえもだ。俺も気に入らなかったんだよ、ずっとな。どうしててめえがリーダーなんだ。どうしててめえがカチュアの弟なんだ。いや多分このルートのね、バイスの感情も年を取るにつれ感じ方変わりましたね。そうですね。多分子供の頃だったら普通になやこいつってなるけど、今なんともなんやこいつはみたいな、なんとも言えない気持ちになっちゃうわ。噛み締めますね。噛み締まりますね。この犠牲を厭わぬどころか、その犠牲を戦争の道具にしようというのね、公職は。命をかけて戦ってきたのに。ここで結構仲間が分かれてきましたね。私はなんて愚かだったんだろう。ラビニスは運命の輪からの新キャラですから。ラビニス、君はこの後に及んで任務を放棄し、主君、祖国を裏切ろうというんだな。騎士様の。裏切る？違う、そうではない。公爵を、お前たちを見限るのだ。ウォルスタの未来のため共に進んでいけるものと思った。レオナールさんが。いや、同胞でも意見をことにする者がいるのだ。同胞でない君ならば、なおさらか。私が同胞ではないと。はあ、ちょっとね。あ、そうなんです。君にはウォルスタ以外の血が、また衝撃の事実が。ガルガスタンの血が流れている。ガルガスタン人なんです。所詮根血の君に期待する根血なんですよね。間違いだったということだ。これ聞くとラビニス一生俺が守るみたいになるよね。このルートに行った限りきっとお前は絶対に裏切らないと信じているよって私はすぐなっちゃう。あ、ガルガスタン兵に扮したもの。にもかかわらずアルモリカのロンウェイとその一派は平穏な生活を踏みにじり、同国のものですね。再び攻撃を始めた。我々は座して死ぬつもりはない。奴らにガルガスタンの誇りを見せてやろう。この町に救うウォルスタの豚どもを殺せ。はい、寝たやしにするのだ。行け聖なる兵どもよ。聖か。そしてバイス、あとは彼らに任せろ。こっちへ来い。町をやるぞ。町を。待て、レオナール。バイス。バイス、戻ってこいよ。な。ああ。この半端も。女の人に手を挙げるなんて。レオナール。このクズ。あかんわ。これはね、もうダメ。ダメダメ。さ、年を取っても許されることじゃない。ああ。次の戦闘を始める前にセーブを。新規作成でセーブを。はい。あ、なんか精鋭が相手ですので、あの、はい、回復ユニットが多くてもまあよかろうかとは存じますが。なるほど。あー、右上にゲストでいなくなっちゃった幼馴染ラビニスとワイスがいなくなりました。いなくなっちゃった。カチュアだけです、ここは。そんなカノープス、もうあとはカノープス頼みだよ。まあそれは間違いじゃないんですけど、本当にカノープスは本当に強いので。このメンバーでいきますか。はい、はい、出撃。
これが結構えぐいですね。何が難しい難しいって言ってるかというと、はい、下から始まるんですね。さっきあの上から好き勝手パスパス弓を打ち下ろすのに逆からスタートすると、確かに高低差で、序盤の最難関ステージです。あ、でもじゃあジーヤはこのルートになると思って準備してたってこと？このルートでかつ姫がクリアできるようなデータを作ろうという下準備、みんな信頼されてた青春、なんかちゃんと王道を行くと思ってくれてたってことで、あ、ピンク色になった。なんやかんやこっちのルートだろうなとは思っておりました。すごい、私もう一歩の方かなって思ってた。ちょっとどっちを、みんなどっちのルート、本当になんだろう。でもマリエ GG は健全で、あの青2歳のルートをね、いいです、この不器用に生きていこう。そうですね、わかりました。じゃあちょっとこの後のこの後の選択肢もそのように、いや、わかんない、わかんない、いや、いやこれだって居残りあれでしょ、はい、ジーヤとジーヤワンオペでやんの？いや、なんかあの強制的に一人付き合わせるスタッフがいますけど。いや、ちょっと残った人でこうか、ほら精鋭でアンケートを取ってやる方がいいんじゃないの？何人、いや何人見ていただけるかっていう問題もありますが。いやでも一人見てたら、一人クリックしたら 100% になる。一人クリックしたら 100% 確かにそうです。でしょ、わかりました。いや、どういう流れになるのか。00ではさすがにないと信じたいので。その時はもうスタッフが、え、でもその選択が出るのって、まあまあまあ、わかりました。まあ出る時はね、いろんなルートあるから途中でどう曲がるか、はい、まあ、ここはね、この階段を登るしかありませんので、あの、はい、飛行ユニットではないと。ちょっとみんな登って、今ちょうどカノープスがいる先が、まあ、開けたところがありますので、そこまで早く行かないと。そうですね、そこで戦うのが、まあ、めっちゃカード出る、取られたらボコボコになっちゃう。これ難易度変更ってできましたっけ？難易度変更はできません。ただですね、あの演習といって自分のレベルを上げることとか、はいはい、スキルレベルを上げることはできますので、そこで、はい、でそれを最大に、今回レベルキャップっていうものが設けられてまして、まあ、それを最大まで上げれば、まあまあ、楽々進めるかなというくらいの調整になってます。うん、それで MP 上げてけ、同じところについ進んでしまう。そしてすぐなんかカード正直今日も敵に取られるから、もうやめて、これ以上出さないで、つらい。まあ、最悪スキルアップはね、取られてもそんなに、はい、直接的な表現は、なんですか、悪影響はないですけども、攻撃アップとクリティカルアップはちょっと、ありますね。響いてきますね。投石するか。これ届かないんでしょ、どうせ。段差が。じゃあ、ここの直接をちょこちょこ取っていきます。このショート棒とかもな、本当ならもっと届いただろうに、届かない。弓を打つ前に攻撃せずにはいられない。予測線が出るので、ぜひそれを見てキャンセル。我慢できなかった。我慢をちょっと待ってください。我慢を、あー、取られちゃった。我慢ができてから1枚も取られちゃう。今日はあの帰ってから自身のデータでプレイされるとも来ましたので、その時はもっと堅実にやる。そこを打たなくていいじゃないですか。ダメ、やめやってない、やってない。その辺に、いやいや、ちょうどね、残念なことにちょうどそろそろお時間なんですよ。え、こっから、あ、じゃあちょっと変なとこ移動しようか。ダメ、大変になるから。あ、攻撃始まったんで、敵に攻撃されたんで、じゃあ続きはジーヤが頑張ります。はい、はい、ということでですね、あっという間にお時間になりました。タクティクスオーガリボンは PS4、PS5、スイッチ、Steam で発売中です。今回はスペシャルっていうことで、タクティクスオーガリボンはまだ終わりません。今のプレイの続きはこの後のね、あの有料放送を挟んだ後、23時を過ぎてからを予定してます。23時以降のそのこの後の後半が終わった後のタクティクスオーガリボン残業編は、無料パートになりますので、またよかったら戻ってきてください。ちなみにアーカイブが
ないので、ご注意ください。はい、どなたでもご覧いただける形に戻って、はい、企画的層がリボンを再開します、はい、で先ほど説明いただいた通り、はい、アーカイブ動画としてはアップされないんですが、はい、アップ予定はないんですが、あのタイムシフト視聴がね、うん、180日実は最近設定されておりますので、はい、そちらで、はい、タイムシフト放送であのご覧になれますので、はい、あのまあ、寝れますということです。はい、はい、そして、まあ、そっち の, あの23時以降 の, そのタクティクスオーガリボーンの残業編は私はちょっと帰っちゃうんですけれども、ギルドスタッフの主にジーヤが熱意あふれるプレーをするので、はい、なんとなくねこのたまにはこういう会をやってみて、ゲーム好きっていうねあの熱意のもと、そうなんです。どれぐらいやるんだろうね。まあまあまあ、まあ、程よく、まあ、スタッフの熱意私ちゃんと見守ろうと思う、うん、勉強させてもらってる。程よくプレーしますね。はい、ということでよろしくお願いいたします。ここでギルドからのお知らせです。当ギルドではお便りを募集しております。運営コメントのリンクのフォームからお送りください。番組に関する情報は番組ツイッターでお知らせしますのでぜひフォローしてください。ツイッターでの番組ハッシュタグはマリエジジです。そしてギルド会員限定グッズ情報です。はい、こちらですね、フルグラフィック T シャツ、ギルドエンブレムマスクもすずりさんで好評発売中です。よろしくお願いします。あと私からのお知らせだと、来週11月17日に任天堂スイッチで白昼夢の王者神っていうアドベンチャーゲーム、いろいろ役やってるのでよかったら遊んでみてください。体験版今あの無料でダウンロードできるのでよかったら遊んでみてね。はい、そして次回のマリエ GG は11月25日金曜日21時よりゲストには原田さやかさんをお迎えして放送予定です。さやさや、どういうゲームをするのか楽しみですね。はい、そしてこの後は換気休憩の後ギルドメンバー会員限定の後半放送に移行します。後半はですねギルドの先生術師マリアムーンが残り少ない2022年の運勢をタロットで占います。ギルメンの占ってほしいことを募集してます。今もはい、まだ今も全然募集しておりますので、ま、すのでよろしければ、はい、はい、まだあの休憩の間に送ってもらえると嬉しいです。まだまだ間に合います。たくさんメールお待ちしてます。そしてギルドの上納金は月額550円、気になった方はこの機会にぜひギルドに入ってください。タクティクスオーガリボン再開は23時以降でどなたでもご覧いただけます。ジーヤが頑張って、私はいないので、ご注意ください。はい、ちゃんと寝ないと明日のね仕事がね帰れないから、そうです、そう、帰って寝てください。いや、声、いい声出すには寝ないとダメってことね。はい、ということで、後半の開始時刻は運営コメントをご確認ください。それじゃあ休憩の後に集合。